皆さんこんばんは。それではバイオハザードビレッジの続きです。今回は地下3階を攻略します。先は長そうだ。にとって俺たちはただの子供、愛情なんて持っちゃいない。これっぽっちもあいつには人間的な感情なんてない。必ず殺してやる。お前らの内輪揉めなんて知るか。やめてこっち来るんだ。あれ、この攻撃ってガードしたの？やはりもう弾けきるのはやめた方がいいね。まだどこかにアイテムがあるはずだけどな。これですね。それで鉱石なんて全然掘れないでしょ。
まだアイテム残ったるね。これで回収済み。この壁、壊せそうだね。ただのボーナス部屋か。壊れるってことは、他のランプも壊してみた方がいいだろうね。また面倒くさそうなのが出てきたな。ガン。まともに相手すると大変そうなので地形を利用します。登ってこれないでしょ、多分。あ、もう帰ってる。こっちに気づいてはいるんだね。うん、もうまずいね。引き上げます。
かなり時間かかるのでカットします。これで2体とも倒しました。これで歯が止まって上に行けるんでしょうね。走行タイプがまだいるみたいですね。よくわからないけど、とりあえず押してみる。この穴が隠してあったんですね。どっちかが寄り道ルートなんですよね。こっちが正規ルートっぽいですね。じゃあ下の穴から調べます。これはミニゲーム用の弾を作る鋳型ですね、多分。ここはこれしかないっぽい。アイテムはまだ残ってるみたいだね。
これだね。では、上のルートに行きます。いきなりデッドスペースみたいな声させないよ。危なかった。E さんはリアクションが普通の一般人だから面白いね。いつものメンツは超人すぎて何が出てきても驚かないからな。あの女がもうすぐローズを使って儀式を始めるだろう。そうすりゃ何もかも終わりだ。あのガキもこの村も全てだが、心配ない。その前に俺がローズの力を使ってミランダを殺す。バカな親父だ。あのガキの力を知らねえのはお前一人だけなんだよ。ローズをやってみろよ。確かに事情よく知らないのは E さんだけなんですよね。ミアも知ってるっぽいし、まあこれは説明しないミアやクリスが悪いんですけど。で重くて歩けないんじゃ。まだなのか。それはこっちも同感。ここでまたエレベーターを呼べます。
それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。